果たす。素晴らしい武勇、と思わず見とれてしまいます。押されている。このままでは。無限変身竜破陣門。このままではまずい。その力、心から頼もしく思う。分かり合えないということですか？その通りだ、玉木。戦意を喪失した。ここで倒せば二度と話し合う気など起きぬだろう。妹に手を挙げるなんざ下道の所業だぜ。下道か。それがどうした。式はいつか後悔するぜ。大事なものってのは失ってから気づくんだ。だからそうならぬよう戦っているのだよ。よく挑んできたわね。私の知っているお兄様はもういない。皆様行きましょう。そうだ、それでいい。玉木、三成殿。敵の追撃を振り切らねば。味方援軍と合流し体勢を立て直そう。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているようだな。見捨てるわけにはいかない。助けに行こう。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者に大切な腕輪を取られてしまって。
力になろう。マジだ、あの男が腕は泥棒です。追ってきやがったか。申し遅れました。私はプラフタ錬金術師です。とはいえ私は人形の体、この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。そうか、ならば必ず腕輪を取り戻そう。あら、悪くないわね。ここは一度引くしかないか。敵将討ち取ったわ。お見事な戦ぶり。バカめ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずだ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。よく鍛錬しているようだな。無限変身流破人門。
いざ竜のごとく攻めにかん。報告です、敵の撃手が到来しました。任せろ。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。無限変身竜破人門。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。行くぞ。全て蹴散らしてやる。こう来たか。あら、悪くないわね。素晴らしい武勇、思わず認めてしまいます。気迫を持って支えよう。おお、面白 い。思う存分やるがいい。次は負けない。この勢いに乗じます。常に冷静に定めとしろ。余生を狩ろう。思う存分やるがいい。何を滅散。燃え尽きろ。これで終わりだ。支援せよ。すごいです。何を定めとしろ。私を誰だと思っているの。無双の忍びよ。完璧いたしました。邪魔なのだ。そんな弱さでよく挑んできたわね。さあ行きましょう。無限転身竜ほう、俺の前に立つ。いい、いざ参る。やってやる。なかなかやるな。無限転身竜破人門。貴様の顔覚えておいてやる。敵将を討ち取ったわ。無働き、ご苦労。私を誰だと思っているの。無双の忍びよ。初見の兵器をたやすく操作するとは、豊富な知識の持ち主のようだ。敵はいつこ。いざ。何のロッテンチを分散勝負してもらおう。行きます。消えてはいない。いずれまた勝負だ。敵将討ち取ったわ。見事だ。その力心から頼もしく思う。
私の務め必ず果たしてみせます。やってやる。私ですか。無限帝神竜破人マン。そんな弱さでよく挑んできたわね。九死に一生を得たプラフタ殿のおかげだ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。うん、すまない。わかりました。感謝する。すみません。私の力をお見せしましょう。忍びの神髄見せてあげる。僕やるよ。闇に生きるが定め。ああ。私が救援に向かいましょう。
我が分とくと味わうがいい。エナジー満タン。もう仕事の時間。水産よいしょ。錬金術食らうがいい。まだ獲物は残ってんだろうな。
い知りましたか？てめえはここでくたばれ。準備はいいですね。付き合ってあげるわ。本気で行きなさいよ。もっと楽しませてね。見ててあげるわ。覚悟。やるじゃん。楽しそうだな。グッドラック。どうだ。俺も定めとしろ。私も入れてください。消えなさい。ちょっと見ていこう。消えるぜ。よし。子供じゃない。思う存分やれない。今だった。見事。行きます。よく鍛錬しているのか。体を動かす感覚、良いものですね。ありがとうございます。
英雄様、どうか村を救援してください。各地で民兵が孤立しているようです。早く助けなくては。敵は山賊ではなく、どこかの軍隊のようです。なぜ村を襲うんでしょう。あいつら助けを呼びやがったか。さっさと村を奪っちまうぞ。英雄様、来てくださって感謝。記憶のチャンスが力を作り出す。これが私の錬金術。しかし、ですが、我らにもう勝ち目はありません。戦いに出た者たちは一人も帰ってこず、残った者も疲弊して戦う意欲もありません。門を閉じろ。略奪はこっそりゆっくりやりたいからな。敵が来た。隠れよう。でも見つかったらどうすれば。あの民、危険だ。助けに行かねば。ここなら。ものすごく強いお方に助けられました。村を狙う賊をお一人で食い止めています。なんと。確かに敵の攻勢が弱まっている。英雄殿、どうかその方の援護。ふざけやがって。やっちまえ。お前たちは賊ではないようだな。少し手伝ってくれ。任せて。任意開始よ。水産こそは勝ってみせるぞ。気づいたらここにいたのだが、見知らぬ地とはいえ民の危機は見過ごせぬ。お前たちの目的が民の救援なら俺も力を貸そう。くそ、あなたはなかなか手強いな。こちらも応援を呼ぶ。一時撤退するぞ。賊が仲間を呼び抜いた。奴らが戻るまでに体勢を立て直そう。やるようね。記憶のチャンスが力を
作り出す。これが私の錬金術。倒れるにはまだ早いぞ。来たよ。もう仕事は。分かりました。もう少し頑張ってみます。しっかりしろ。お前の務めを思い出せ。そうだ、ここで諦めたら村は。俺はまだやれるぞ。この感覚、精鋭部隊を率いていた時を思い出す。まあ俺の部下はもっと頼りがいがあったかな。敵将撃破しました。素晴らしいですね。あれが敵の大将か。多くの兵を率いているようだな。記憶のチャンスが力を作り出す。これが私の錬金術。てめえら何勝手に村を襲ってんだ。あなたの俺がしばき倒してやるから覚悟しろ。やっと楽しませてね。まずい。見ててあげるよ。敵軍にも英雄が現れました。どうやら味方同士フォローをしているもよう。なるほど、あいそうだな。何か事情があるのかもしれない。私も入れてください。素晴らしいですね。錬金術の力思い知りましたか。いい感じね。見事、よく詰めしている。冷静にな。外しませんよ。申し訳ありませんでした。謝るくらいなら最初からやるなってんだ。帰ったらきつく灸を据えてやるぜ。お前たちには世話かけたな。奪った物資も村に返しておいたから許してくれ。ああ、そうね。
民がこの森に入ったきり出てこないとか無事だといいけど。誰か助けてくれ。いや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは思いませんでした。ありがとうございます。神の捜索中に自分も迷ってしまいました。進んでも進んでも同じ場所に戻ってしまって、もうヘトヘトですよ。霧が深い。感覚を研ぎ澄まさないと。ここは森の入り口じゃない。一体どうなってるの。化け物だ。エナジーやはり私でも。霧の壁、何かの術かしら。いずれにせよ先へは進まない方が良さそうね。あ、びっくりした。こんなに暗くては危なくて進めませんよ。青い花、どうしてこんなところに。増えた。化け物が分身。容赦はしない。押し通る。するなんてね。このおかしな森がそうさせるんだよ。任せろ。また花。これはきっと目印ね。行ってみましょう。これもいいな。このような地で貴様らに会おうとはな。ありがとうございます。もう二度と出られないと思っていました。な、こいつらどこから。準備はいいな。こいつらやってみましょう。切り抜けられるかしら。頑張ってくださいね。勇敢なお嬢様、少し術を強めてみるかな。時間稼ぎを頑張ってくださいね。応援しなきゃ。逃げ場はありません。
楽しそうだな。この調子でったら、どうしようと思う。だからお嬢さん呼びをやめ、頑張ってくださいね。これはダリス、思う存分やるのに、留守の間に弱い思いをさせてすまない。今やつらに暗示をかけているのに、彼らには俺の術が効きにくいらしい。敵の勢いがなくなったわね。暗示もバカにできないわ。あなたこの後みたいなことができるみたいね。だったら味方を外に連れ出してくれる？それは難しい。敵の強い意志に阻まれているのか。ここでは少しの距離しか移動できないんだ。さあお別れだよ。よかった、うまくいったようだね。なんだこの森は。凶暴な化け物どもめ、どこへ行った。お前たち、なぜこんな怪しいところにいる。さては、化け物の仲間か。森を燃やそうとするなんて、みんなまとめて丸焦げになるっていうの。これは、鬼の仮面の出番かな。お嬢さんたち、また手伝ってくれるかな。そいつを捕まえてくれ。俺が暗示を容赦はしない。俺のストーン。どけ。元いた場所に火をつけなさい。おや、アリマじゃないか。こんなところで奇遇だね。お前はダリウス。一体何を企んでいる。そんなに敵意をむき出しにしないでほしいな。今回は俺も巻き込まれた側だよ。任せて。敵将撃破。任せよ。次なる目標に向かう。私です。やはり私でも。これで満足してはいられない。敵将撃破。次なる目標に向かう。劣るとは。待て、森に火をつけろよ。何、味方の陣地に火をつけてんだ。敵は大混乱のようだね。そろそろお引き取りいただくとしよう。てめえら、よくもやってくれたな。この森はこの世界での安住の地なんだ。それを燃やされては困るからね。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。行きます。その変な仮面は何なの。これは鬼の一族に伝わる仮面で、俺の力を増幅させてくれる。容赦はしない。押し通る。騒がしい連中はようやく帰ってくれたね。君たちの協力のおかげだ。さあお嬢さん、帰り道はエスコートしよう。だからお嬢さんはやめてってば。ねえ、ちょっと。
そうだね。運命の扉は開かれた。忍びの神髄見せてあげる。この手で未来を開く。